Account created 15 minutes ago. Oh, are you mad that you got banned from the server? Are you mad that you got banned from the server and now you're fucking like sitting at home doing nothing? You know what's vile? The fucking shit stains in your underwear, motherfucker. That's really vile. Ha ha! You're a fucking loser! え、かっこいい！これ待って、これめっちゃいい！最悪の世代じゃん。こっちを荒らしたいのか、君は。どういうことですよ。トラップを打ってください。おい。バイバイ。死なない。死んじゃないよ、あれは。意味ないこと知ってるだろ、君も。そうだ、世界統合で市長を死ぬって。おとなしく素直に俺が聞いたことに答えろ。好きな男のタイプを言え。早く。怖いよー、怖すぎる。聞きたかったのってそれでいいの？いいんだ。分かった。お前の博士を誘拐して記憶消す。バカじゃん！バカじゃん！バカじゃん！返せ！おい、バカじゃん！会社するわ。見えてんね、エイム君。威嚇はできてる。エイム回収した。オッケー。これで一旦もうパトカーもどっか行ったから帰る。うん、一旦帰ろう。出します。最後の CPU だけパワーするわ。CPU が車乗ったら動く。俺も。上から警察の生き残りは見えないや。あ、パトカー乗ったから。これ、パパゲマイ。ナイスファイト。やってる。えぐすぎる。えぐすぎる。帰ろう、ナツキ。帰ります。オッケー。キム持ってアジト帰るね。え、結構見られてたんですか？結構、うん、初日2日目ぐらいから。それはどこのチーム？いや、ずっとあれよ、うん、あの、剣くんと練習の時から、顔合わせから。おえー、うん、ありがとうございます。それはなかなか嬉しいですね、うん、やっぱ最初不穏だったのも、ここから合わせておもろかった。いや、あ、もうそこの視点からしっかり見られてて、ちゃんとその視点で。そうそうそう、やっぱ全員知人だと味するなと思いながら。ああ、確かにそういうことですね。なるほどなるほど。いや、もう本当に、いや、でもね、勝ててよかった。ありがとうございます。よかった、勝ててよかったです。マジで本当にすごいなと思って。いや、受けるな、すごいなと思った。よ、マリオ。はい。え、ケイン君、え、ケイン君ってあれ？時差じゃないですか？ケイン君って喋るの？え、喋りますよ。え、ケイン君ってなんかさ、はい、もっとなんかロボロボしくなかった？あ、これ原倉庫っていう倉庫です。倉庫？倉庫です。なんかあるの？そういうのが。そうです。そういう装備があります。お疲れー。あ、そうなの。知ってた？みんな。First, I know it's role play, right? It's consequences. If you commit the crime, you know the consequences will come.But I don't feel comfortable pressing a charge that's gonna fuck over someone's RP for the foreseeable future. Does that make sense? Like, I don't know, man. Cause I remember being a civ and doing everything I could not to get a felony, and then something small, stupid, inconvenient that at the time I didn't think was a felony, you know, gets me a felony. Like, you remember when I had my fucking gun stolen? And I thought I reported it, but I didn't, and we almost got fucked for it?But Gatsby came in to save us?
I'm only gonna press felony charges on people that I 100% know what they were getting into. That guy probably didn't think it was a big deal. Yeah. 猫カフェ前で速度交通法。今だったらですよ、30万ぐらいですよ。今だ誰ですか、名前け出すの方。五十嵐ボブと申します。道路交通法を五十嵐ボブが絡んできた。生きている、この町の安全安心のために生きています。はい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 、30万。はい、30万になっております。30万、オッケーオッケー。じゃあちょっと降りてもらってもいいですか。いやいや、もう今請求してもらっていいですか。じゃあ、いや、この車の中で切るのちょっとあれじゃないですか。いや別に全然大丈夫ですよ。何ですか、あの後ろのトラックスは。はい、何を殺してあげようか。いいネタ、いいネタ見つけたみたいな。猫カフェで警察に絡まれてる、速度違反で。ワンちゃん、あと車の猫カフェ前で速度交通法、あの耐久もっと柔らかくなる可能性ある。へえ、助けてほしいの。じゃあ五十嵐ボブが絡んできた。助けてほしいの。猫カフェ前か。いやいや、もう殺してやったっていいけどな。殺しに行くか。あり早っ。まあボスとミコラさん行けば十分っしょ。そう、確かに。来た。そう、息抜きで 1,2 時間ぐらいランク回してる。どうした、いるぞ人質は。いや、まだ何も言ってないよ。そんな、入って、いるかな、こう入ってきただけなのに。どうしたって、どうしたもこうしてもだって来ただけよ、まだ。まあそうですよね、来ただけですよね。人質、はい、じゃあいます。はい、いますね。はい、はい、おとなしくしてください。はい、リセットもお願いします。あ、はい。我が輩をこんなイライラしてる我が輩を静まる下ネタ言ってくれ。下ネタ、うん、スンク、下ネタはいいか。あ、大丈夫ですよ。落ち着くぐらいの下ネタだよな。そうだ、このあまりにもうん、ふつふつと煮いたげてるこの感じを抑えてくれ。何でも大丈夫か。何でも大丈夫。オッケー。昨日朝オナニした。静まったわ。静まったぜ。全く聞きたくなかったが静まった。仕方がないことなんだこれは。はい、はいさん。仕方がない。僕は静まる、逆に静まらなくなっちゃった。え、お前銃持つの。違う違う、そっちじゃない。え、どういうことだ。どうした、どうした、落ち着きなさい。お前は言ったんだぞ、何でもいいって言ったよな。うん、言ったよな、確認もしたよな。うん、うん、そうだな、そうだな。うん、何でもいい。てか、この街雨降っちゃってるし。え、一番高いビルで様子見るか。今からピンポンヘッド行く。いやいや、変わらずかい。なんでオールインのメンツはこれ見ても変わらずそんな遊びできるんや。これがあの布の顔に布巻いてるやつだ。世界統合ってやつ。可能性はある。ちょっとヘリで飛ばしてくるわ。パーティーピーポーってしてます？パーティーピーポー？パーティー、パーティーブーパー現象。そうそうそう。そんな特殊救助体験だけで素晴らしい。ありがとうございます。それ俺知らねえな。パーティーピーポーのティンカーピーポーだろう。そうそうそう。ありがとう。それパーティーブーパー状態。ティンカーピーポーの。これもう皆さん。はい、してます今。ティンカーピーポーのパーティーダスト受けると。パーパープープーになって、パープーになって適当に喋ってない。いやいや、喋ってないです。待ってる、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 待ってる。ご存知ないですか。
小戸山さん、みんな知ってるんだ。もしかしてにわかですか。にわか、いや俺最近なんでまだあこの町に来てね。小戸さんはしょうがないですよ、最近この町にね。最近、はい、サガルート考察チャンネルさんから勉強させてもらってるんですけど、ゆっくり学んでいけばいいんですよ。あ、そうですね、すいません、ありがとうございます。ゆっくりでね。え、ケイン君が、え、なんで？だから分かんなかったのか、ルルは。そうでしょうね。あの5ヶ月前ぐらいからこの格好してます。あら、そう。はい。あ、でも大事に。あ、はい。確かにこの格好ではあんまり捕まらないですね、そもそも。うん。あと、もっと声で分かる、なんか声がさ、ロボットな感じじゃなかった？こっちの声ですね。あ、そう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 。そっちな感じだった、いつも。走行つけてるとこっちの声になってしまうんですよ。俺今ちょっと世界救ってるから頼んだお前ら。かっこよすぎる。かっこいい。かっこいいな。食べませんけど。お、これを渡します。うまく使ってください。ブロークンデバイス。ブロークンデバイス。これを使う？他に何か情報ありますか？これシャンクスにしかできないかもしれない。食べちゃった。うん、おい、何してんだ。もしもし、どうしました。いやごめんケン、あの今日俺もさ楽しみすぎちゃってさ、はい、俺今日かと思っちゃったのよ。明日です。いやもう本当にさ、あ、じゃあ今聞きたかったんだけど、はい、今何人ぐらいいの。あー、結構はいないですけど、多分7人くらいいるんじゃないですか。7人ってことは結構確率高いってこと？タル。今のところ高いですね。まあただ明日もう一回そのアナウンスしたりするので、なるほど。で、まああと多分補佐が試乗会の時にある程度言うと思うので、そこでどれだけ増えるかって話ですね。じゃあ20人ぐらいになるってこと？もしかしたら。いや、そんな増えないとは思います。そんな増えない。いやー、欲しい。いや、俺マジで、俺今日マジでバチバチ朝早く起きてきたの、今日かと思って起きてきたのに、マジ明日だったわ、マジで。明日です。やっぱあれだね、遠足行く前の小学生みたいな。リハ、お疲れ様、ありがとう。なんか初めてさ、その大人数のところ行ってさ、こういうストグラの、ストグラ関係のなんか、私、めっちゃ人見知りするかなと思ったけど、みんなすごい話しやすくて、皆さんすごい可愛らしい方だった。なんか一人一人個性があってさ、この人はすごい盛り上げるのが上手かったり、この人は聞かせる、見せるのが上手かったりとか、いろいろ皆さん個性があって、私も頑張んなきゃって思わされる時間だった。いい時間だった。激動のリハ31の、やばいやばい、直す。それ助けようねえかも。そっさん大丈夫か、大丈夫か。あれどうしよう。よく見つけたな。どこにいるの。好奇心で、うん、前にだけ先飛び降りたんだけど、何なんだ、何やってんの。よくあれ見て、あれほら、あの下下下下何やってんの。前にさんよく見つけたな、ここ。いやもう助けられねえぞそれ。何やってんの。何をやってるんだ。レギオン脇かな。いや、これは歪みでもなんでもないから、レギオン脇することはできない。お前はこの空間に囚われたんだ。前には無理だな。前に無理か。俺を金5000万持ってる。お前は知りすぎたんや。ダメだ。